ター方向の当たりは下がりながらセンター足が止まります。先頭バッター打ち取ってワンアウト。さあ今どちらに流れがいく。バット回りました。最後は力強いボールで勝負にいったバッテリー、空振りの三振です。ツーシームですね。ファールボールの後山川からすると打ち直し。そうでこれね、その前ファールボール取れたかどうかっていうところもそうですし、この三振っていうのもそうですけれども、うん、こうなると近藤選手にもあるんですよね、うん、で今状態がいいんで。初球打ちはセカンドゴロ、打ち取りました。スリーアウトです。2アウト満塁の大ピンチ、ソンチャーホーがしのぎました。8回の表ホークス無得点、2対2のまま8回の裏に入ります。